カスタモヌ県は、トルコ北部、国会地方の県。西から時計回りに、シノプ、チョルム、チャンクル、カラビュック、バルトゥンの各県と接している。県とはカスタモヌ。面積はおおよそ1万3000平方キロメートル。人口は2000年の統計でおおよそ32万人。1平方キロメートルあたりの人口は24.62人。このうち6万4000人が、 ケントに暮らしている。カスタモヌが何時頃作られたのかは正確に知られていない。いくつかの研究では中世に遡ることができると考えられている。また人間が住み出した頃に関しては10万年前頃という研究調査もある。コムネノス王朝の地世に建設されたビザンチンの砦のラテン名であるカストラコムネノスがカスタモヌの由来と考えられている。 マケドニア王国の衰弱とともに、この地方は、ポントス王国に併合された。さらに一世紀後にこの王国が陥落し、この地域は、ローマ帝国に編入され、パフラゴニアとビチュニアに組み入れられた。この新しい都市国家の中心はポンペオポリスであり、この県の東部地域にその名残が見られる。その後11世紀頃になるとこの地域は、セルジューク朝の支配下に入り、 その後ダニシュメンド朝、ビサンチン帝国、チョバンオールケ、ジャンダル公国と次々支配する国家が変わった。オスマン帝国皇帝バヤジト一世が1392年にこの地域を征服したものの1402年のアンカラの戦いでバヤジト一世は捕虜となり翌年死去した。戦いに勝利したティムールはオスマン帝国に征服されたアナトリア各地の米陸を 再興し、この地域もジャアンダル広国の支配下に戻された。この後、オスマン皇帝メフメト2世が1461年に、この地域を取り戻しようやく安定を得ることになる。オスマン帝国の支配下の間、この地区の境界はイスタンブールまで伸びた。皇帝の後継者がこの州の統治を通して、経験を得るためにたびたび訪れた。この後、オスマン帝国が第一次世界大戦で負け、 その後のトルコ独立戦争ではカスタモヌは前線への兵力と弾薬供給の重要な役目を担った。兵器はイスタンブールやソビエトから回路を使ってイネボル近郊に運び込まれた。キド戦争ではこれに気づいたギリシャ側がイネボルを砲撃している。トルコ共和国建国の父と呼ばれるアタチュルクは1925年にカスタモヌで復職習慣改正を宣言し、 トルコ棒を廃止させた。2021年8月10日集中豪雨により洪水が発生。15人が死亡した他多くの住民が避難した。イルスダギ・キュレ国立公園この地域は穏やかな国会気候によって多くが森林に覆われている。カスタモヌから南に 63km のウルガズ国立公園では山岳地帯にいくつもの川が流れている。 近隣には、スキーの設備が整っている。県南部では、ウルガス山がそびえ、またウルガス川も流れているため、ハイキングや、急流下りが行われている。その田地でのウルガリニ洞窟、キュレのアリンサ地下洞窟、ダダイの国際乗馬車旅行センターなどが観光に、適している。カスタモの市には12世紀のビザンチン風の城、13世紀のアタベーモスク、イブニネジャールモスクなど、 古代の建物が残っており、マフムトベーモスクも優雅な木製の彫刻でよく知られている。13km にわたるギデロス湾は休暇観光が盛んであり多くの宿泊施設と魚料理のレストランがある。東部地域にはローマ都市のポンペオポリスの配虚前を見ることができる。カスタモヌでは伝統的な建築様式の個性的な大邸宅が多く残っており、 地域行政が2000年に発表した歴史建築保護の宣言によって大邸宅の多くは修復されている。その他、手織りの織物などの手芸品が豊富で、特に田舎に豊富である。また、この県では毎年多くのお祭りが行われている。2000年現在、労働力の77.5%は農業を行っており、農業はこの地域の主産業となっている。続いて、 サービス業が挙げられる。高地のほとんどが固定農園である。生産量はトルコの全生産工の0.01%にあたる。穀物生産が最も多い。気候の良さから森林面積が広く、地域の57%を占めており、林業も重要な産業となっている。地下資源には銅、水銀、鉄、クロム、マンガン、石綿、防気イと、 グラファイト、リンサンジオ、香りナイト、粘土、石灰、水晶、大理石、皮脂土壕、耐火粘土、石炭、ニッケルが含まれる。また、いくつかの温泉や天然泉がある。産業はこれらの農業、林業、鉱工業が多い。カスタモネは全トルコ GDP のうち0.4%を占め、GDP の内訳は農業32.8%。 通信、運輸業20%、サービス業16.8%、産業9.5%となっている。交通は高速道路での往来のみである。さらに、高速道路でも舗装されていない場所もある。鉄道は、ジャンクル、カスタモル、イネボルにつながる路線が建設中である。海岸線は1 3 5キロメートルも国会に面しているものの、イネボルに、 小さな港があるのみであり、それ以外に大きな航路接続はない。11万2000の固定電話が使われており、携帯電話は20万台が加入しており、インターネット使用者は1万5000人である。サッカークラブカスタモヌ SK は TFF1 リガーに参加していた。ありがとうございます。